家好，我是鹿酱，我正当，我是艾莉，我是 Taka。 今天我们要玩日本很有名的气息展。那这里先跟大家解释一下气息展的规则。第一个是我们双方彼此眼睛都要捂起来，然后用这个棒打到对方。这个棒不能这样子横着挥，一定要直着这样子挥下来。然后呢，一个人只有一次的挥棒机会。如果两个人都已经挥了都没有打到对方的话，游戏就重新开始。今天我们对战呢有三个回合，第一回合呢是我对文当，第二回合呢是 Ali 对 Taka， 然后第三回合是我们两个回合胜出来的人来最后一个大比拼，看谁会赢。那我们为了公平起见，我就买了眼罩，都买一样的。然后呢，因为走路会发出声音，每个人鞋子不一样，我也买了拖鞋。Go！ 第一回戦挑戦者右側台湾の花ルーちゃん。毎日の夜練習してます。寝る前にこんな感じでシュンシュンシュンってやってます。まあ多分負けると思うから泣かないように。左側西日本のドラゴン運だ。ブーまあ余裕でしょう。まああいつが一番弱いかな。まあ俺が一発でまあ5秒ぐらいかな、5秒ぐらいで倒しちゃいます。それでは1回戦用意スタート。それでは結果発表、勝者西日本のドラゴン運動。イエーイ、負けました。いらん。2回戦右側が台湾のヤンキー。絶対勝ちます。センスあるんで絶対負けると思うからよろしく。で左側が日本のヤンキー。いや負けられない戦いなんでね、ここはちょっと決めないと。いやちょっとね、これはずっと隠してたことなんだけど、実は僕生まれた時から忍びの国で育ってまして、結構あるんで見といてください。オラオラ系マンジ対決。それではスタート。文旦音立たないでね。結果発表は日本のヤンキー。イエーイ。決勝戦です。右にいるのは西日本のドラゴン文旦旦。左側にいるのは日本のヤンキータカさん。即決。では今回の気配切りの勝者は西だっけ、あ、OK、西日本のドラゴン文旦です。まあ多分負けると思うからセンスあるんで。ルーちゃん決めた。惜しかったな。
ートがスカートにスカートに振られてやばいやばい最弱王エリーやったー台湾のヤンキーは最弱ではね、その最弱王はあのバッドネームがありますそうだねみんなにジュースを買ってあげますでは皆さん好きなものを押してくださいどうぞどうぞあじゃあ最一番買ってる人一番買った人あじゃあどうぞ西日本のドラゴンじゃあ食べたいと思います。では次2番目。日本のヤンキー。日本のヤンキー。マジマジ。マジマジ。何？台湾の花。台湾の花はミルクティー。お花っぽい。花っぽい。自分も飲んでいいですか？どうぞどうぞどうぞ。そう自分のお金で飲みましたね。